ようこそいらっしゃいませバルハラへ。はい、どうも、お初音読みに隠れます。地球上のすべての愚かしい生きるものを嫌われるものを決まりまん37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきますタイトルこちら、バルハラというわけでして、今回ですね動画をするときに4本目ということで、今回も楽しくねプレイの方させていただきたいなと思います。で自分ちょっと待ってください。で、ごめんなさいね。一応ですね、このチラシリーズ動画ですね、前回から、3本目から、ノーマイクっていう形に乗ってね、やらせていただきたいなと思っております。で、ですね、また終わりしなにですね、ご挨拶の方をね、させていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。で、今回ですね、やっていくのが、チャプター1プレミアの続きということで、前回ね、こちらの、まだ名前表示がないのかな、謎のこのお姉さんがね、やってきてですね、まあ、やってきてっていうか、目を覚ましたっていうふうに言ってたので、まあそういう感じなのかなと思うんですけど、まあいくつかね、カクテルを作って、話を進めてきました。なので今回はその続きっていう形になってね、やらせていただきたいなと思います。もしよろしければ、最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではまた後ほど、See you later。バイバイ。
Thank you.
はい、というわけでして、今回ですね、ちょっと変ですが、気にも良さそうなので、この辺でね、終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回そうですね、チャプター1、プリミアの続きということで、ここまで進めさせていただきました。謎の女性さん、女性さんってなんだ、謎のね、女性、キムさんがね、素性が多少明らかになった。で、いろいろね、長いお話を聞いて、で、なんかカクテルをね、出させていただいたんですが、相変わらずね、ちょっとね、うまくいかないんですよね。ミックスがね、うまくいかなくて、一発でね、なかなかできないんですよね。これ、まあ、しょうがないですよね。もう手探りでやってるんで、さっきは5秒以上やって OK だったのに、同じものでもダメかっていう風な感じだったんでね。これも本当に失敗してもしょうがないんで、手探りでね、サクサクやっていくしかないかなっていうところですね。本当ね、なんとかなるかなと思うんですけどね。意外にサクってね、短いスパンでね、出してミックスしても成功する場合があるし、そうじゃない場合っていうのもあるんで、それのこう、なんていうんですか、見分け方がなかなかね、ちょっと覚えにくいんで、そこね、もうちょっと、覚えられればね、一発で、こう、成功、ミックスして成功っていうこともね、できるようになるんじゃないかなと思うんでね。また次回以降ね、そこら辺ちょっと、なんて言うんでしょうかね、気にしつつ、また楽しくね、プレイの方、できればいいかなと思っております。はい。で、自分ですね、これ以外にもシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、ただの不定期なんですが、ニコニコ YouTube、Twitch 等でブローズキャスト配信させていただいております。で、ブローズキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画アップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております、Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄ですね、自分がやらせていただいております、各種 SNS に URL をリンクっていう形でもって、貼らせていただいております。お気の方がも気になりましたので構いませんので、もしよろしければぜひ、そちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にも、こちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等、ぜひよろしくお願いいたします。あと、お気軽にね、コメント等をいただけたらね、すごく嬉しいなと思いますので、合わせてよろしくお願いいたします。今回、不祥小生、キマヨン37がお送りさせていただきました。バラハラ、動画音数的に言うと4本目ですね。これで終了させていただきたいなと思います。で、自分ですね、こういったシリーズ動画ですね、出させていただくときは、毎回2本ずつ出させていただいておりますので、次回は5本目、あるいは6本目ということで、よろしくお願いいたします。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、あるいは別の動画で皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。